You're listening to Shibuya Cross FM. みなさん、こんにちは。はい、今月も始まりました渋谷発パーティーズ号原宿行き。皆さんお元気ですか？原行きステージエースの磯部杏里です。はい、毎月第1土曜日の15時からここ渋谷クロス FM から生放送でお届けするこの番組、渋谷発パーティーズ号原宿行き、毎回素敵なゲストを迎えて、楽しいトークと最高の音楽をお届けしています。ラジオを聞いてくれている皆さん、ネットで見てくれている皆さん、最後までよろしくお願いします。さあ、ということでついに12月に入ったということで、今年もあと1ヶ月ですね。このラジオも今日が年内ラストということで、もうあっという間に今年ね過ぎてしまったんですけども、渋谷はもう今日ねちょっとすごい寒くて、雨も降ってて冬だなって思いましたね。皆さんコロナにね気をつけつつ、風邪とかもねひかないように皆さん気をつけて、いきましょう。今日の番組テーマは2020年私の流行語大賞&今年の漢字ということで、2020年をね皆さんと一緒に総決算したいと思っております。皆さん、そしてですね、今年最後のゲストは、全員が成人している、メンバーを、もう素敵な女性のメンバーを揃えていますので、盛りだくさんの内容になってますので、皆さん、どうぞ最後までお聞き逃しのないようによろしくお願いします。さあ、恒例のですね12月5日が誕生日の有名人は誰ということで、おお、今日が、誕生日の有名人はですね、足利義昭さん。私日本史がちょっと弱くてピンとこないんですけど、ウォルト・ディズニーさん、おお、今日なんですね、おめでとうございます。そして女優の国分幸子さん、おめでとうございます。そして、事務所の大先輩の水木有沙さんが今日お誕生日ということで、ね、今日ラジオ私こんな日にできて嬉しいです。水木有沙さん、おめでとうございます。そして今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、ということで、12月に入ったんですけど、11月はですね、私大学4年生なんですけど、卒論がねもうあと締め切りが2週間ちょいなんですよ今。だから本当にねもう毎日卒論やばい卒論やばいって言ってて、で私高校卒業するぐらいの時にキャノンボールと青い赤っていう曲のリリースイベントをやってたんですけど、その時に大学4年生だったファンのね方が、いや卒論やばいよあんちゃんみたいなのを握手会で言ってたのを今思い出して、いや卒論ってもうほんとこんなに先が見えなくて大変なんだなっていうのをちょっとね今感じております。頑張ります。さあ、ということでここでメールを1通紹介したいと思います。ラジオネームレインボーさん、あんちゃん、 YouTube のエースチャンネルで NiziU のステップ&ステップを踊ってみた、見ましたよ、ありがとうございます。みんな可愛かった。先日はブラックピンクも踊ってましたよね。エースの振り付けとの違いとか難しさとかありましたか？ぜひ聞かせてください。そしてこれからもいろんな曲の踊ってみたバンバンやってということで、ありがとうございます。そう、昨日かな、昨日 NiziU さんのね、デビュー曲の踊ってみたを昨日 YouTube にアップしたんですけど、エースの振り付けと違う部分はなんか K-POP を踊ってみたやるといつも思うことが、なんか腰を結構なんか反ったりするんで腰が痛くなるんですよね毎回。あとは昨日アップした動画、最初こう一列なんですけど、キリちゃんが一番前にいてこう一列になってて、後ろの方で私とメンバーのマリンちゃんがね向き合ってるんですよ最初一列の時に。でその時になんか毎回なんかマリンちゃんが口パクでなんか間違えたらごめんねとか、なんか曲が始まるちょっと前のこのちょっとの時間なんか言ってくるんですよ。汗やばいとか、なんか
ちゃんと支えてねとか何か言ってくるんですよ。もう集中したいの、私はもう振りも間違えちゃいけないし、もう集中してんのに何か言ってくるんですよ。でも曲始まって、もう何事もなかったかのように、大丈夫やそのままでって私やんなきゃいけなくて、もうあれ本当やめてほしかったですね。しかもさっきその話したら、いや本当は変顔したかったんだけどねみたいな言ってて、そういうのね本当もうね、踊ってみた撮るときはもう間違っちゃいけない、間違ったらやり直しになるっていうプレッシャーとの戦いが一番大変でしたかね。はい、ということで、それではここで原駅ステージエースの曲を1曲聴いてください。キャノンボール。つまらないって嘆くルーザー、ないない尽くしの不満、いつになったら楽しめるんだ、ね踊ろうよ。でキャノンボールを聞いていただきました。さあということで早速本日のゲストの登場です。皆さん自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、ふわふわの平塚ひなです。お願いします。皆さんこんにちは、原駅ステージエースの牧野真凛です。イエーイ。皆さんこんにちは、元原宿乙女の中田ひな子です。イエーイ。はじめまして。さあ皆さんようこそ。はい、待ったね、待ったね。今日はあの原宿駅前パーティーズ、まあ、うん、元ね原宿駅前パーティーズのメンバーもおりますけれども、はい、大人の方々に集まっていただきました。でみんな成人したんだね。そうだ、しました。ひなが、ね、でも一番新しいかな。新しいとか古いっていう言い方良くないですよ。そうだね、新人ってことで。新人、大人の新人。失礼します。よろしくお願いします。はい、もうね、マリンちゃんはもうなんか準レギュラーみたいな。準レギュラーだから、準レギュラーですよ。ひなもね結構 ねたくさん来てくれてて、うん、来てます ね。今日なんと中田さん初出演ということで、よろしくお願いします。いや嬉しい。あんちゃんがねずっとね中田と一緒にラジオやりたいってずっと言ってたの。そう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 。なのにいつも来るのは牧野マリンでね。ずっと言ってたね。いや中田呼びたいな、中田と話したいなって言って。いや念願ですよ。そうね、もう嬉しいです。だから今日は存分に喋って、ね、あ、 ありがとうございます。もう締めくくりですからね、2020年の。そうだね。さあということで、はい、メールたくさん届いてますので早速紹介していきます。はい、ラジオネームひなのいさおちゃん、かっこかまちょの人さん、あんちゃんゲストの大人の皆様こんにちは。こんにちは。もうすぐクリスマスですが、今年は多くの人が家族と過ごされるようですね。で皆様それぞれどんな過ごし方をしますか。そして、平塚ひなちゃんへ、はい、今年最後の質問があります。何でしょうか。来年1月は成人式ですね。そうです。成人おめでとうございます。ありがとうございます。はい、成人式を迎え新たな目標を聞かせてください。ほう、2019年もありがとうございましたということで。ありがとうございました、うん、こちらこそ。ね、へえ、なんか新たな目標とかこうやっぱ成人するってなってあります。今年は、うん、おみくじを、うん、引いた時に初詣で大吉だったんですよ、うん、今年。すごい。でなんかそれにあやかってなんかいいことあるんじゃないかなと思ったんですけど、はいはい、まあ、こういうご時世もあったね、ね、なかなか外に出れなかったりとか、うんうん、ライブできなかったりして、でなんかみんなでも全世界の人が思うようにいかない年だったと思うんですよ。だからまあなんかちょっといろんな後悔があるので、うん、来年は
来年の大晦日になった時に、はい、今年はやりきったなって思える年にね。そうだね、ちょっともどかしい1年だったから ね、今年は、ね、成人式できるといい ね、 ね、今はね、新成人のみんな、そうだそう、だ、うちのほらエースのメンバーも2人だから、そう、成人式だけはって ね、 ね、どうにか ね、 ね、なんか今は4部制とかなって、何時から何時まで、すごい分けてるんだ。そうそうそう、負けられて、ひなの振り袖見たい、ね、楽しみにしてます、楽しみにしてます、振り袖姿いっぱい乗せます、いっぱい乗せてください、いっぱい乗せてください。さあ続いて、はい、ラジオネームみくだりはんさん、おいおお、皆さんこんにちは、初めてメールします、ありがとうございます。さあ一気に寒くなってきましたね、はい、年末に向けて風邪をひかないようにしなきゃ、うん、中田さんに質問です、はい、原宿乙女でのひなちゃん凛々しくて大好きでした。ありがとうございます。最近は女優さんとして活躍されてますが、今も歌をやりたいと思うことはありますか？今だから話せる原宿乙女のエピソードとかあれば教えてください。個人的には歌って踊る中田ひな子をまた見たいですということで、ありがとうございます。はい、そうですね。うんうんうん、まあ、歌はちょっと今はそこまで考えてないっていう感じはあるんですけど、でも私最近より歌を歌うのが、うん、あのプライベートなんですけど、はい、歌を歌うの好きだから、お、まあ、そういう意味、ね、で歌いたいのはあるんですけど、ちょっとプロの方にはかなわない部分もあるプロの方には。いやいやいや、でも嬉しいです、歌って踊る姿、またね、何か機会があって、ねね、役とかもきっとあるかもしれないし、そういう時に見せられたらいいなって思ってますね、うん、いいですね、で、なんかもね、女優としてもめっちゃかっこいい、かっこいいし、かっこいい、ね、最近はね、女優としてね、そうだよ、いいですね、うん、ね、ありがとうございます、はい、そして、乙女のエピソード、今だから話せるエピソードとかありますか？そうですね、今だから、なんだろうな、まあヒール履かなくなったんですよ、もう。あー、あー、そっか、そうだね、ずっと一番もうはっきり違うのが、ね、確かにヒールに毎日履いたようなものだったんですけど、そうだ、そうですね、最近もずっとスニーカーばっかで、うん、確かにイメージある、うん、とかブーツとかのイメージ、もうすぐ靴ずれする。あ、そうなんだ。だってすっごいめちゃめちゃ高いピンヒールで踊ってたもんね、うん、踊ってたなと思って、踊ってたよね、今思うともう信じられないっていうレベルになっちゃったんですけど、そっかそっか、すごい、あのレベルのヒールって確かに私服の時ってあんま履かないかも、履かない、履かないですよ ね、 ね、あれで歩けることがまずすごいな、うん、プルプルしちゃうそうなんだ、ということで、うん、ここで1曲ですね、はい、ひなからのリクエスト曲をかけたいと思います。ありがとうございます。何を、私は先輩スピードさんのおホワイトラブ、いいね、お願いします。いや、もうこの時期といったらそうだね、ホワイトラブが私は一番頭に思い浮かんだのと、うん、去年あのクリスマスイブにあのふわふわの、うん、単独公演をやった時に、うんうんうん、あのカバーメドレーみたいなのやって、その時に歌ってたね、歌ってた、やらせていただいたので、うんうんうん、なんかちょっとそれを思い出して、なるほど、ホワイトラブにしました。去年も思い出しつつ、そうだね、はい、じゃあ、曲紹介をお願いします。はい、はい、それでは聴いてください、スピードさんでホワイトラブ。
白いため息で曇った窓に滲むイルミネーション、嬉しいほど明日が不安で泣けるものね。新しい手帳にもあなたのイニシャルがたくさん、ホワイトラブを聴いていただきました。いや冬といえばね、やっぱねこの一曲いいね、いいね、もう前奏でもやっぱ冬だな、冬だね感じますけど、ね、今曲中にみんなで話してて、なんか私だけ今日服白くないですか。なんかみんな黒くて今日。そうだよ、あんちゃんはやっぱり目立ってほしいなと思って、ね、みんなで合わせてあえてね、そう気遣いで、よかった、嘘つけ嘘つけ、もうなんか一人だけ消えそうなんですよね、なんか雪感がある、うん、うん、まあいい感じで、いい感じ、いいと思ってるね、よかったよかった。さてここからは今回の番組テーマ、はい、2020年私の流行語大賞今年の漢字でーす。はい、このコーナーでは、ゲストのみんな、それからリスナーの皆さんに私の流行語大賞をまずはね、はい、発表してもらいたいと思います。はい、はいね、流行語大賞といえば、うん、2020年ユーキャン流行語大賞が、ねうん、発表されて、うん、そうですね、年間大賞は三密ということで、三密 ね、 ね、トップ10には愛の不時着、あとかあつ森とかね、はい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 、壁のマスク、アマビエ、はい、オンライン〇〇、鬼滅の刃 GoTo キャンペーン、はいはいはい、ソロキャンプ、フワちゃんなどね、フワちゃんだけ色ついてるんですけどね、G にが選出されたということで、すごい、はい、でも全部確かに毎日のように耳にした、ね、うん、耳にた、愛の不時着めっちゃ好きでした。おー、私もみんな見たの、見てない、見てない、見てほしい、珍しいタイプ、見てそうそんなに見てそう、めっちゃ泣いちゃって、泣けるよ、あ泣けるんだ、いやひな絶対好き、そうひな、ひな絶対泣くと思う。じゃあ見たら3人に送るね、うん、分かった、待ってる、じゃあまずはリスナーさんの流行語大賞をね、読んでいきたいと思います、うんうん、ラジオネームつよぽんさん、お、あんちゃん、まりんちゃん、平塚さん、中田さん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、元気にしてますかということで、もうご覧の通りみんな元気でございます。はい、今回のテーマは2020年私の流行語大賞今年の漢字ということで考えてみました。お、僕の、今年の流行語は、はい、ズームです。お、そうだね、1年前までは ね、 ね、月に何ヶ月に1回かぐらいしかテレビ会議をしなかったのですが、うん、最近は毎週あるいは毎日やるようになってびっくりしているということで、ね、確かにね、ズームが流行語大賞、確かに、うんうんうん、やばかったですよ ね、 いやね、去年まで全然知らなかったし、ズームっていうねコンテンツすらね、確かに今年初めて知って、うん、初めて知った、使った、みんなどうですか。私結構使いました。おー、使った、うん、私も使った、使った、マリンちゃんも使ったでしょ。使った、使ったの、なんか使った、使ってないのにみたいな、使ったよね、使った、使ってたねえ、なんかすごい家でさ、家にいてさ、うん、
こうなんか離れてる人と画面で話すってなんかね、うん、すごいよ ね、 すごいよね。あれ背景とかもさ変えられるのね。変えられるなんかもう時代を感じるよね。なんかすごい時代じゃない、うん、すごい、 すごいなんかどんどん発達するね。そうだねそうだねえ、こ今日面白い空気感ですね、うん、今回は。ありがとう。続いてラジオネーム、はい、トゥースさん、うん、2020年私の流行語大賞はお豆腐とひじきの煮物です。ね、どういうこと？いい職場の近くのコンビニで毎朝買って食べてます。私これめちゃくちゃ好きです。私これお豆腐とひじきの煮物、お豆腐とひじきの煮物のお惣菜ですよね多分。すっごい美味しいの。どこのコンビニなんだろう。あのあそこね、ナナのやつ。あ、ナナのやつ。あ、そうなんだ。言っても大丈夫。セブンイレブンですか。セブンイレブン。ナナのやつ。ナナのやつ。ナナの。セブンイレブン。美味しいんですよ。違うかな。食べてみたい。食べてみたい。ね、そんなに。だって毎朝買ってるってことは多分相当美味しい。一生食べ続けられる私。え、そんなに美味しいんだ。ちょっと気になっ。でもさ、最近のコンビニって結構上がってるんだよね、なんか。質っていうか、うんうん、味でも本当に美味しいよね。もうお世話になりすぎて、ね、いや本当に共感できます、はい、へということでここで私たちの流行語大賞を発表したいと思います。みんなね、あの書いてきてくれているので、はい、どうしようかな。中田から行こうかな。中田さん、はい、じゃあ流行語の方を。私の流行語ははい、うん、これです。じゃじゃん。こっちブリテリ。ブリテリ、ブリテリ、ブリテリです。これはそれこそなんかお豆腐とひじき一緒なんですけど、私の中で今年ブリテリをやたら作ったんですよ。作ってたんだ。すごい。なんか時間あった時、まあ自粛期間とか時間あって、で母のブリテリがすごい美味しくて、私ブリテリがすごいハマったんですね。で教えてほしいって言って、あ、いいね、一緒に作って何回も何回もやり直したりとかして、はい、ひたすらブリテリを作って食べた年だったなっていう。なんかでも和食のイメージあるかも。そう、なんかさ、あのたまにさインスタとかさ、あげてるから、そう、こう料理作った料理、お料理あげてるじゃん。あ、たまにあげてるやつ。だからだ、すごい美味しそうなんだよね。美味しそう。美味しそうなの。なんかさ、お母さんに教えてもらうとかさ、こういう期間だからできることじゃん。いや、そうだと思います ね、 ね、 ね。だからすごいいいね。いいね、ブリテリっていう。ブリテリ流行語大賞ありがとうございます。おめでとう。ちょっと今鼻がムズムズしてしまった、ね、はい、続いて、はい、ひな、お願いします。はい、ひな、なんだろう、ひな、想像つかないの、うん、私の流行語大賞こちらです。じゃじゃん。はい、ヤリラフィー。ヤリラフィー。皆さん、今聞いてる皆さん、ヤリラフィーって何って思ってる方もうね、はい、遅れてますよ、ね、うん、遅れてる。遅れてますよ皆さん。ヤリラフィー、ね、あれ中田、中田ピンときてない、もしかして中田ピンときてない感じ。え、これ TikTok だよね。あ、よかった。よかった、よかった、よかった、よかった。なんかね、ギリギリついてる。ヤリラフィーね、ヤリラフィーねっていう。え、もしかしてヒナもヤリラフィー系っていうことですか。じゃあそうだよね。踊っちゃうよね。お店の前とかで踊っちゃうタイプの人間ではないけど。すごい、あの TikTok を今年始めたんですけど、もうなんかおすすめでそのヤリラフィーを1個見ちゃうと、それ以降のおすすめ動画全部ヤリラフィーだよね。もう毎日ヤリラフィーって好きってて、頭から離れなくなっちゃった。わかります。なるほど。で、なんか最近またこのヤリラフィーっていう言葉自体がなんかね、若者のウェイウェイ系の人たち、そう、ヤリラフィー系っていう、そうそうそう、ヤリラフィー系っていうなんか一族みたいな、すごい、そうそうそう、を呼ぶっていうのでやってて、だから平塚さんはもうヤリラフィー系って、そう、毎日踊る、曲かかれば踊ります。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてマリンちゃん、はい、流行語大賞ある発表してください。せーの、でん、うまい。お、これはどういう方向性。いや、これはね、うまい、あの普通に鬼滅の刃、はい、あ、今流行ってるじゃない、ね、うんうん、で、うん、なんかうまいっていう、あの映画今やってて、そこで出てくるんだけど、セリフか、そう、ね、出てくるんだけど、煉獄さんがね、うまい、うまいって言って食べるんだけど、はいはい、なんかそれのあれかな、影響なのかね、子供たちがね、うん、ご飯食べた後とか、うまい、うまいとか言ってる子がいるわけ。かわいい。なんかそういうのを見てるとほっこりして、この1年はすごいなんかそういうなんか
マリンちゃんの言葉になった、ね、子供たちになんか癒されたからなんか流行語としてうまいっていうのはいいんじゃないかなと思ってあとうまいっていうだけでやっぱ美味しく感じるわけよ食べ物っていうものはねだからマリンちゃんうまい棒も好きだしねそうあそうあ、そうなんだそう、最初ね、そっちでちょっとボケようと思ってたのボケようと思ってたボケようと思ってたんだけど、うんはいはい、そうでもうまい棒はね、こう食べてあのエースの YouTube でね、うんうん、企画とやってるから、うん、なんかそっちも含めて私の中ではうまいが一番流行語かなと思ってはい、ありがとうございます、ね、じゃあちょっとあんちゃんの聞く気になるなんか恥ずかしいねなんかあんちゃんの聞こうかなもうすごいからパーソナリティだからあ、そうかそうか、そうか、すごいから、ね、私の流行語大賞はこちらですじゃんこれ見えてんのかな字ピエンですねあれあれ何を驚くんですかえ、ピエンでしょもう私今年の一番言った言葉ピエンなんだよね確かに リアルにリアルにね本当に言った、うん、本当にあのエースだったら分かると思うんですけど、うん、ずっとピエンキミちゃんと二人イメージあるあるかもしれないずっとって言っちゃうのなんか本当ピエンだわとかなんかその絵文字は使った結構あこの、ね、あ絵文字はね、うんうんうん、確かに今でも使うかも見えてないかそうかわいいそうなんだなんか悲しくても悲しくなくても言っちゃうのよピエン、ね、ピエン多分言ってるマジピエン言ってるイメージあるそうでこのユーキャンのさこの流行語にね、うん、ピエン入ってると思って、うん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 、さっき調べたのピエン流行語大賞って、うんうん、さあ一番上になんかピエンはもう古いって出てきてもう古い遅れてますもう古い遅れてんなってちょっと悲しくなりましたね早いな世間は一番言った気が多かったねはい、うん、ということで、うんみんなの流行語大賞を発表したところで、はい、マリンちゃんの、はい、リクエスト曲をかけたいと思います、はいはい、私もですね、スピードさんの曲をかけたいと思っています。明日の空という曲を、はい、聴いていただきたいなと思って、はい、なんかこれ、一回、うんうん、エースでこうライブでね、一、うん、回歌わせてもらったことがあって、うんうんね、なんか私、スピードさんのイメージ、まあ、ホワイトラブももちろんあるんだけど、明日の空もなんか結構あって、うんうん、なんか車の中で結構聴いてたから、うん、そう思い出の曲だから、ぜひ、なんかこの時期に聴いてほしいなと思って、はい、かけたいと思います。はい、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。スピードさんで明日の空。巡り会えたのはきっと運命なのかもしれない。雨上がりの日差しの中で。来ました、はい、さあということで、はい、さっきはね流行語大賞だったんですけど、うん続いては今年の漢字の方を、はあ、一文字の方ね発表していきたいと思います、ね、はい、2019年の漢字、うん、この日本のね、うん、2020年の漢字あ2019年ですごめんなさい19年ね、うん、令和の令そうだ令和の令そうだった、ね、そうだった、うん、でしたね、うん、ということで、はい
まずはリスナーさんの、漢字一文字を紹介していきたいと思います、うん、ラジオネームシーヨンさん、はい、はい、あんちゃん、まりんちゃん、中田さん、平塚さん、こんにちは。こんにちは。初めてメールします。ありがとうございます。で早速ですが、私の思う今年の漢字はズバリ家です。家、うん、家で過ごす時間が増えてインテリアを買い替えてみたり、はいはいはい、おうち時間を楽しく過ごしました。任天堂スイッチも買っちゃいました。いいな、いいね、いいね。ちょっと続けてじゃあ紹介していいですか、うん、はい、行こう行こう。ラジオネームコンポタちゃん、はい、私が思う今年の漢字、はい、流行語は家です。家か。もうとにかくお家で今までにないくらいいろいろな作業や趣味をしたからです、うん、ということで。なるほど、そうだよね。そしてラジオネームなるみさん、お、はい、私なりの今年の漢字は家です。家家すごい多い。家、家、家よ。うん、ね、普段はアクティブな方なので、うん、部屋の中には趣を置いてなかったんですが、うん、今年は家にいる時間が多くなったので、うん、そうだね、断捨離したりお家丸々したり居心地のいい場所にしようと頑張りました、うん、家で過ごすのもいいなと思うようになりました、うん、分かります。家三連ちゃんですよ。家、家、家よ。はい。そしてね、家以外だと、うん、ラジオネームオタクサックス吹きさん、お、こんにちは。今回のテーマは自分の流行語大賞今年の漢字ということですが、うん、今年の漢字は密だと思いました。そうだよね、はい、仕事柄小さな子供たちと密になる環境なもので、そんな風に思いました。そっか、いいね、小さな子供たち、ねね、保育園とかなんですか ね、 でも大変だね。やっぱね、家多いですね。家、家だったね。あ、そしてもう一つありますね、うん、ラジオネームモロッコミントティーさん、お、はい、あんちゃん、中田さん、ひなちゃん、まりちゃん、こんにちは。こんにちは。流行語は森です。森あ、草を越えて面白い時に森を仲いい友達で使いますっていう。みんなも森とか使う友達は。森は使ったことない。マジ森、マジ森あんちゃん使うんじゃない私ね、家は使うけど森は使ったことないすごいね。森はちょっと超えて、もう森まで行っちゃってんだね。もうすごいすごいね。森ってすごいね。めちゃめちゃ面白いんだろうね。面白い、ね、面白いんだ。生えすぎちゃってる、ね、相当面白い、うん、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私たちの漢字もね、うん、発表していきたいと思います。しましょう、しましょう、はい、じゃあまずじゃあ今度逆回りでいっていい。じゃああんちゃんから行こうか。私から、あんちゃんから。どうぞ。もうパーソナリティだから、もうさっきのお名返上するから、ね、どんなのだろう。本当に最初に、私の今年の漢字は、はい、じゃん、家かい。家です。家いや、もう家、家なのよ。家かい。もう、まあね、もうちょっとひねろうかなと思ったけど、うん、やっぱ家なんだね。やっぱ家よ。なんか、でも見てて思った、家だなって、うん、家、家ほんとこんなみんな共感できる感じないないよね、うん、もう家にいてさ、私もほんと断捨離いっぱいしたし、うんうんうん、なんか家具の配置とかもなんか気に入らなくなってきたり、こうずっといるから家居すぎてね。そうだね。まあ、あとはなんて言うんだろう、なんか家でできることとか、うん、こう家にいる時間になんか新しいことできないかなとかのすごい考えたなって思って。確かに、まあ家ですね。すみません。そうだね、家だよね、うん、家か、うん、はい、家か、家です。家だってということで、マリンちゃん私聞いちゃう、うん、なんだろう、教えて。マリンちゃん、じゃんじゃん、出る出る出る出口の出口の出、はい、なんかなんでこれ書いたんだろうって未だにちょっと私も不思議になっちゃって今さっき書いたはずなんだけど、うん、なんかピンときてこれ書いたんだけど、うんうんうん、なんでだっけっていう感じなので、今ね忘れちゃったんですね。でもなんかいろいろ考えてみたんだけど、やっぱ家からは出られないわけじゃん今、あんまりね。そうだね。そう、でも出れないからこそなんか家の中でできることとかいっぱいあったし、うん、家族ともいる時間が増えたし、はい、なんか聞いたな、ちょっと待って、それ家だよ、ね、家だね、聞いたな、それ家だね、家かな、これすごいエピソードかぶってんな、じゃあちょっと変えてみようかな、どうしようかな、なんかね、うん、か思いつかないんだけど、マリンは出るかなと思った。出れないからこそ出るっていう
はい、続いて次行こう、次行こう。ひな、お願いします。忘れよ、忘れよ、はい、忘れよ。はい、私の今年の漢字、じゃじゃん、変ですね。変、変わる。そうですね、変わる、うん、変と書いて変わる、うん、変と書いて変わる。はい、あの理由としては、うん、まあまあ、いろいろね、状況が変わったっていうのが結構大きいんですけど、うんうん、私の個人的な事情として髪を切ったんですよ、はい、あ、そうだ、そう、ちょっと長かったのを一回ショートボブぐらいに切って、うん、バサッとね、なんかそれが結構今年印象的、自分の中では、うん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 、なんか髪を切るって結構自分の中ではちょっと大きい出来事じゃないですか、うんうんうん、だからあの髪切ってちょっとでもなんかイメチェン的な感じなので、うんうん、変わる、変化ですね、変化1年にしました。お、確かにひなの一言かもしれない。はい、ということで最後中田ですね、はい、中田さん、はい、お願いします。一番気になる私の漢字は、お、じゃん、お、新、新しいという感じです。新しい、これは、うん、まあ、プライベートでも新しく始めることだったり、はい、まあ、生活が変わって新しい生活の形になったっていう意味もあるし、うんうん、まあ、仕事の面でも結構初めて挑戦することとか、はい、新しい環境だったり新しい自分をこう見つけることができたりとか、うんうん、そういうことがいっぱいあったなと思って新という感じにしました。かっこいいね、素敵です ね、 いいですね。全然閉まったわ、もう全然違う。家です、家ですとか言ってた、出るですって逆回りしてよかったね。逆回りしてよかった、よかった、ね、よかった。でも結果、はい、やっぱ家今年強いですね、うん、やっぱみんな結局なんか家の感じは家だね、家だね、そうなんですよ、うん、確かに。で個人の感じは新しい、うん、確かに素敵、素晴らしい1年だったな。そんな中田さんからのリクエスト曲をここでかけたいと思います。はい、何をかけますか。いいんでしょうか。私の今回のリクエスト曲は、うん、マックスさんの一緒にをお願いしたいと思います。いいね、このクリスマス近いし、はい、そうなんです。この曲は私もあのステージ出てた時 の、うん、あのクリスマスシーズンにカバーさせてもらったことが何回かあって、もうその時からもうクリスマスソングといえば、といえばだね、私にとってはもう一緒になってたんですね、うん、だから今年もぜひ皆さんとその曲を聴きたいなと思ってます。いい、ね、では曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。マックスさんで一緒に、ハピネス2020。今度会える時はもっと素直になりたい。12月この街で肩寄せて笑ってたい。配信リリースされるマックスさんの一緒にハッピネス2020を聴いていただきました。はい、ありがとうございます。やっぱいいね、素敵な曲だね。2020バージョンということで、はい、新しい、はい、ね、ね、ね、ぜひダウンロードしよう、ね、ダウンロードしよう、うんうんうん、さあということでここで告知がね、今日はちょっといっぱいあるので、はい、あの
告知タイムに入りたいと思います。はい、まずはひなから。はい、ですね、まずはふわふわアーティスト応援アプリファンウィキというアプリがありまして、はい、今年から始まったサービスなんですけれども、はい、それに登録していただきますと、私たちのふわふわチャンネルという YouTube やってるんですけど、うん、その YouTube の投稿日、うん、誰がこの動画を投稿するよっていうのが見れたりとか、あとは何日に LINE ライブやりますよとか、ブログ上げますよっていうスケジュールが見れたりとか、ね、あとミッションに参加するとなんかコインが貯まって、なんかそれをなんかその時限定の写真とかと交換できる、なるほど、すごい、そうサービスがあるので皆さんぜひファンウィキよろしくお願いします。うん、はい、あと先ほど言いましたふわふわチャンネル YouTube も投稿しているのでよろしくお願いします。あとそしてまだ詳しくはちょっと話せないんですけれども、はい、来年の年明けにちょっと決まっていることがあるので、うん、皆様告知をお楽しみにしていてください。これはひな個人の、ひな個人、そうだよそうだよはい、そして続いてマリンちゃん、はい、お願いします。エースがですね出演させていただきます、はい、GTF グリーンチャレンジデー2020オンラインが、うん、はい、今日から始まってます ね、はい、そうなんです、今日と明日の2日間やっていて、ハライキステージエースのライブの模様がですね、はい、12月6日日曜日明日の15時15分から、はい、東京ミックス、東京 MX で、ね、間違えた、東京大丈夫、しっかりお願いします。東京 MX スペシャルステージで配信になります。はい、詳しくはグリーンチャレンジで2020オンラインのホームページをご覧ください。はい、はい、これは結構そう、芝生の上で、ね、すっごい天気のいい日に芝生の上で踊ったり歌ったりで、基本歌がメイン、そうこう地球のね環境を、まあ、守っていきましょうっていうイベントで、うん、芝生の上でね、そう靴でね、白い衣装ですか、白い衣装で映える、映える、だからぜひ、なんかいろんな曲歌ったり、スピードさん、はい、それこそスピードさんの楽曲、ホワイトラブとか、ね、はい、歌ったりとか、あと私たちの曲とか歌ったりしていて、ね、なんかしかも今地球温暖化もね大変だから、うん、みんなで地球守っていきたいねっていう、はい、あれだからね、ぜひ皆さん見てほしいですね、見てもらえたらなと思います。お願いします。そしてね YouTube も私たちもエースチャンネルありますので、はい、ぜひよろしくお願いします。さあそして中田お願いします。はい、ありがとうございます。2021年の新春1月3日4日に2夜連続放送で木村拓哉さん主演のスペシャルドラマフジテレビ教場2に出演させていただくことになりました。はい、私は警察を目指す警察学生の音坂ひなた役として出演させていただいています。はい、ぜひ皆さん年始見てください。このドラマはですね結構、うん、みんなで訓練するところから始まって、うんうんうん、撮影前に約1ヶ月半ぐらいみんなで警察の所作だったり いろんな訓練をさせてもらってから、うん、もうリアルに撮影している感じだったので、うん、その緊張感だったり、うんうんうん、そういう刺激的なメッセージが皆さんに届くんじゃないかなと思っています。ぜひご覧ください。わあ、すごい楽しみ、ね、もうなかなかさこう、うん、その警察 の衣装を着てる写真をさインスタとかツイッターとかにアップしてるじゃない、うん、もうめっちゃ似合うなと思ってすごい似合う。そう、今回のために私もショートカットにして、そうだよ、ね、すごいバッサリ今ちょっとやっと伸びたんですけども、これよりも、うんうん、がっつり聞かせ て、うん、だったね、いやー楽しみ、楽しみ、ぜひ年始に見てください、ね、2021年も始まりからいいね、楽しみがいっぱいあるね、やったさあということで、はい、もうねあっという間のもうあと6分ぐらいなんですけど、はい、今日は大人の皆さんに集まっていただいたということで、はい、急に大人のね皆さんに集まっていただいたということで、はい、はい、ね、楽しかったです、もう楽しかったです、ね、もっと喋りたい、喋れるよね、喋、ね、れるよね、魚もねやっと慣れてきたからね、そう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 、最初の方ちょっと私何喋る、そうそう、バレた、バレた、やっとね普段のなんかね一緒にそう最初の時なんか結構心配そうなんだから、中田ひな子ですいやいや、そうなる、そうなる、そうなる、そうだね、そうだね、いやもうみんな大人になりましたね、なっちゃった、ね、原宿駅前ステージがこうねオープンしてさ始まった時、うん、みんなほんとガキだったから本当だよね、ね、今考えると本当にそうだよね、ね、もうすごい怒られたりしてましたからね、私たちも楽屋がうるさい、しょうもない掃除とかね、私ね一応リーダーでね、そうそう、もうみんなにね、うん、もう中田とかひなとかね、まりちゃんみんないて、
掃除のこととかでもう、ね、昔はね怒ってくれました。もう普段は怒らないのに ねトイレ掃除してないの誰ですか今日乙女だよね。そう今日乙女だよねって言って、で中田はこう乙女のね、うん、乙女をまとめてたから、ね、中田がすいません中田が謝るのって思ってた、ね、みんな成長しました。懐かしい、うん、そうだ ね、うん、ねでもちゃんと成長できてると思う、その頃に比べたら。いやみんな、うん、みんな大人に向か、うん、いい女性に、ね、いい女性って分かるんですよ、ね、向かっていってますね。まだまだ負けてられませんよ、はい、若い子たちには。若い子たちヤリラフィー系だから、そうヤリラフィー系でいこうね。まだ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 ね、ちょっとだけ時間余ってるんですよ。本当なんかね、なんかないの中田とかすごい無茶な無茶ぶりきましたね。中田とかね、もう2020終わりですから、もうね、そうだね。なんですか来年さ、はい、今年すごい私いっぱいラジオ出させてもらったの、このラジオにね、うん、呼んでもらったじゃん、うん、はい、確かに来年どこかで、なんかこうみんながいる中で一人だけずっと喋らないでラジオに出てるっていう役をやりたい、うん、どういうことなんか出演はあるんだけど、存在はしてるけど、存在してるけど声も何も喋らないラジオ、50分間、うん、あ、じゃあマリンちゃんとかに振っても何も返ってこないってことなんかちょっと喋るかもしれないけど、うんうん、もう本当にここへとかでささやき、そうラジオというものでそれはもう存在してない、存在されない、新しくなっちゃう、それこそ新しくなっちゃう、あのこの画面で見てる人はなんかこの人マジで何やってんだろうって何も喋んない、ね、でもなんかね、そういうのいいなって思って。え、次回どうですか、こっちのガラスの向こうで出演するっていうのどうですか、ね、マリンちゃん、ちょっとそれもやってみたいかもしれない、ちょっと面白そうだよ ね、うん、あえて観覧の方でこうやって出演するっていうのをやってみたいなと、ね、今ちょっと寂しいからね、そう寂しいから、ね、そうなんですよ、もうね、観覧の方を流行ってから、ね、うん、あの観覧で行くときはあの中田呼んでもらって、うん、中田ちゃんと、ちょ、まあ、ひなも来てもらって、うんうん、もう一人ぐらいエースのメンバー来てもらって一人だけ観覧でこうやってわーってやるから楽しいかもしれない、楽しいかも、ちょっとやってみたいもん。それかどうする、パーティーズ全員集めて豪華すぎるよ、身内すぎるな、逆に緊張するよ、今あんまり会えてないじゃんメンバーとかに。そうなの、今日ね二人にも久しぶりに会えたから、久しぶり、嬉しい、なんか会えるようになったらいいなっていう。そうですね、じゃあ次回はガラスの外でお会いしましょう、お会いしましょう、お会いしましょうということで、はい、2020年のこの渋谷発パーティーズ号原宿行き、今回で、うん、2020年は締めくくりということで、次回はですね、はい、2021年なんですけど、はい、第1回の放送が、1月2日はお休みなんですね、ここのクロス FM が。そうなんですね、なので、来年の1回目は、はい、2月6日土曜日の15時から生放送でお届けします。そうだ、2月ね、はい、ぜひね皆さん来年も、よろしくお願いします。そしてこの番組ね、今年聞いてくださった皆さんありがとうございましたね。ということで最後は原行きステージエースの曲でお別れさせていただきたいと思います。はい、それでは聞いてください、原行きステージエースでロックスター。